となしく観念しな。誰がお前なんかに協力するもんか。威勢のいいガキだ。少し痛い目に合わせねえとわからねえようだな。何でも言うことを聞くように俺様が教育してやるぜ。つーか負けたと。ほらこっち来い。嫌だ。そう話せ。バルタン星人が連れ去られた。ねえみんな X を呼んでバルタン星人のこと助けてあげよう。お姉さんがせーのって言ったら X って呼んで行くよ。せーの X。 大地、今すぐユナイトだ。あ、行くぞ X。ユナイトしますよ。エクス、バルタン星人を助けて。わかった。君は早く安全なところへ。おい、てめえ、いきなり何すんだ。どんな事情があるかわからない。無理強いするのはよくない。訳があるなら話を聞こうじゃないか。うるせえ。てめえには関係ねえことだ。引っ込んでろ。そういうわけにはいかないな。もしまだ乱暴を働こうというなら、この私が許さない。許さねえだと？ふざけやがって。こっちはもう一発もらってんだ。ギッチャギチャにしてやるぜ。みんな、X に応援の声を届けるよ。頑張れ。間に合ってよかった。君、怪我はないか。来るな。お前も僕のこの力を狙ってるんだろ。力？何の話だ。 X、 この子怖がってるよ。分かってる。私はウルトラマン X。 大丈夫、君の敵ではない。 X？ 君がウルトラマン X か。そうだが、私のことを知っているのか。X、 早くこの星から逃げるんだ。このままだと君は奴に殺される。そして地球も。とにかくこの星に未来はないんだ。ちょっと待ってくれ。この星に未来がないってどういうことだ。奴っていうのはさっきの宇宙人のことかい。そうだ、僕には見えてしまったんだ。君の未来も、そしてこの星の行く末も。まあとりあえず落ち着いて。その話もっと詳しく聞かせてくれないか。グリーザだ。何？グリーザだと？落ち着けよ X。 すまん。 X がグリーザを倒したことはみんな知ってる。だがグリーザが消滅した時、宇宙に散らばったグリーザのエネルギーに触れた宇宙人や怪獣が不思議な力に目覚めたんだ。不思議な力？僕は予知能力に目覚め、これからこの星に起こる全てのことが見えるようになった。あいつは僕に備わったこの力を利用して、この星の文明を破滅に導こうとしているんだ。君の予知能力がなぜ未来の破滅につながるんだ。この星に怪獣の人形を大量に集めている場所はある。怪獣の人形、スパークドールズのことか。僕が見た未来の地球は、人形から変化した巨大な怪獣たちによって滅ぼされてしまうんだ。そんなバカな。
あいつにも僕と同じように不思議な力が備わってる。怪獣を自由に操る能力だ。あいつは近いうちに人形の存在を知り、全ての怪獣を実体化させる。そして怪獣たちを凶暴な生物兵器に仕立てていくんだ。 X、 これが本当なら恐ろしい話だ。念のためスパークドールズの管理を厳重にしてもらうよ。それとあの宇宙人をこのまま野放しにするのは危険だ。探し出そう。そうだな。君、あいつのことは私たちに任せてくれ。君はその力を悪用されないよう十分注意するんだ。どうしてもこの星にとどまるの？ああ、どんな危機が訪れようと私は逃げ出したりしない。それにここで止めなければ地球以外の生命にも危険が及ぶことになる。あいつの出す波動に注意して。まともに食らうと意志をコントロールされてしまうぞ。ありがとう。気をつけるよ。それじゃあまた会おう。シーア！エクス、気をつけてね。僕には理解できない。彼はこの星の生命体ではないんだろう。なぜ逃げ出すことができるのに自分からわざわざ危ない場所に飛び込んでいくんだ。説明するのは難しいけど、でもきっと守りたいものがある。守りたいの？バルタン星人のことが心配だから後を追ってくるね。みんなはここで待っててね。ウルトラマンエックスめ、よくも俺様の邪魔を。おかげであのガキを見失っちまったぜ。おい、お前たち、さっきここにいた宇宙人がどこに行ったか知ってるか？なに？知らねえのか？ったく、役に立たねえ奴らだな。まあいい。おっと、相棒に餌をやる時間だったな。出てきて、しもべちゃん。
スにぶちのめされるウルトラマン X の泣き面が目に浮かぶぜ。そうはさせん。ウルトラマン X じゃないな。お前はウルトラマンだな。お前の野望は私が止める。我がしもべよ、 X の前にこいつを倒せ。
これじゃまるで僕が見てた未来と同じだ。おうガキ、そんなところにいたか。お前の予知能力を利用してやろうと思ったが、もうその必要はないな。ウルトラマンが倒れた今、この地球は俺様のものだ。もう何もかもおしまいだ。そんなことはない。え、私はこの地球を、ここにいるみんなを、そして君を必ず守る。たとえ君に地球の行く末が見えたとしても、未来は自らの手で変えられる。みんなとの絆がある限り、不可能なことは絶対にない。そうだ、地球の未来は私たちが必ず守る。 X ウルトラマン、減らず口をもっともっと痛むってやるぜ。やめろ、もうこれ以上やめてくれ。この邪魔すんじゃねえ、消えんせろ。消滅した時、エネルギーが散らばってマグマ星人とバルタン星人、不思議な力が使えるようになったって言ってたよね。マグマ星人はね、怪獣を自由に動かして操ることができるの。バルタン星人は予知能力、これから起きる出来事が見えるようになったの。これから起きる出来事、マグマ星人が操った怪獣によって地球が破滅される未来、そんな未来絶対に嫌だよね。そうだよね。ね、大地隊員は全ての命が共存する道、人間も宇宙人も怪獣もみんなが一つになれる、そんな未来を信じてるよね。みんなはどんな未来を信じてる？バルタン星人が見た地球が破滅される未来、それともウルトラ戦士に光を届けることができる明るい未来、どっちを信じる？今さら何をやっても結果は同じだよ。そんなことないわ。エクスだって言ってたでしょ。みんなの信じる力、絆があれば絶対に不可能はない。みんなの絆があればエクスを助けることができるわ。みんなの絆、さっきエクスも同じようなこと言ってた。絆があれば未来は変えられるの？そう、みんなの絆があれば絶対に未来は変えられる。不可能なことなんて絶対にない。だってそれがウルトラマンだもん。ウルトラマン、お姉さん、どうすればその絆の力が使えるんだ？僕にも教えて。もちろん、そのためにはね、ここにいるみんなの応援の声が必要なの。みんなで応援の声を届けて、ウルトラ戦士に光を届けるの。お姉さん、僕もやるよ。ありがとう。じゃあ今からウルトラ戦士に応援の声を届ける練習をしてみるよ。お姉さんが頑張れ。そう、その調子。
がウルトラ戦士に届いて地球に平和を取り戻す明るい未来が見えた。本当だ。地球人の前でとどめを刺してやろうと思ってわざわざ連れてきてやったぜ。やめろ。もうこれ以上お前の好きにはさせないぞ。ん？なんだ、お前まだいたのか。今さら何をするつもりだ。みんなの声をウルトラマンに届ける。はあ？そして明るい平和の未来へつなぐんだ。お姉さん、うん、みんなウルトラ戦士に光を届けるよ。さっきの練習を思い出して。お姉さんがせーのって言ったら頑張れって応援して。いくよ、せーの。もう一回、もっともっと声を届けるよ。せーの。みんな、今度はお姉さんがせーのって言ったらウルトラマンって言って応援して。いくよ、せーの。声が聞こえる。 X！ ああ、みんなの熱い思いが力に変わっていくぞ。勝負はこれからだ。行くぞ大地。ああ、ユナイトマン。ウルトラマンシスとユナイトします。みんなとの絆の力で絶望の未来を変えてみせる。 X、 ウルトラマン、僕も信じるよ。みんなとの絆を自分たちで作る未来を。おのれ、ウルトラ戦士め。こうなったらもう一回しもべにしてやるわ。パワー。おい、無駄だ。お前のその技はもう通じない。さあ、さっきは聞いたのに、なぜだ。地球人との絆は闇の力を凌駕する。お前の野望もここまでだ。諦めてたまるか。こうなりゃ総力戦だ。行くぞ、ウルトラ戦士ども。来い。よかった。
無事だったか。うん、 X の言う通りだった。どんな悪い未来でも頑張ればいい未来に変えることができるんだね。その通りだ。僕、いろんな星へ行ってたくさんの人たちに絆の強さを教えるよ。僕が持つ予知能力なんかよりも強い絆の力を。うん、君ならきっとそれを実現できる。頑張れよ。ありがとう X、 ウルトラマン、そして会場のみんなも。また会う日を楽しみにしているよ。それじゃあさよなら。またな。彼はいい夢を見つけたね X。 私たちも負けてられないぞ。怪獣との共存の夢実現させないとな、大地。もちろんだ X。 侵略者たちはこれからも現れるかもしれない。だがこの星を愛する心と人々との絆さえあればどんな困難も乗り越えていけるはずだ。これからもこの地球を頼んだぞ。はい。